福代です。葵だぜ。さて、今までいろいろな企業ミスを紹介してきたが覚えているか？もちろんよ、有名な企業に黒い過去があったりして衝撃的なものばかりだったわ。そんな福代に今日はもっと衝撃的な話をしよう。何？福代は自爆営業という言葉を知ってるか？自爆、物騒な名前ね。知らないわ。自爆営業っていうのは簡単に言い換えると自腹営業だな。企業の活動において売上ノルマはとても大事なものだ。企業の利益に直結するものだからな。ほうほう。だが、企業によってはそのノルマを何としても達成させるために無理やり従業員に身銭を切らせてまで売上の底上げをしようとする企業もある。そしてそれは社員だけではなく、学生アルバイトやパートなどに強いる時だってあるんだ。そんな企業が存在するの？ということで今日は自爆営業をしている企業を5社ほど紹介していくぜ。最初に紹介するのは、コンビニエンスストアだぜ。コンビニ、自爆営業企業って言うからセブンイレブンとか特定のコンビニを挙げてくるのかと思ってたわ。それもいいんだが、コンビニってどこもかなりブラックな面があるのは、同じだから今回はコンビニ全体の話として紹介していくぜ。前にもコンビニフランチャイズの闇とか散々紹介してきたのにまだ出てくるのね。コンビニフランチャイズは成功できればいいが、できないとマジで現代の奴隷制度だからな。そんなコンビニだから自爆営業もかなり多いことが問題となっている。コンビニの自爆営業ってどんな感じなの？コンビニで主に問題となったのは予約制の季節限定商品だ。代表的なもので言うと、恵方巻きクリスマスケーキ、うなぎ、おせち料理などだな。それぞれ本当にピンポイントの1日だけを狙ったようなものばかりね。悪質な自爆営業を強いるコンビニではこれらの時期になると社員やアルバイトに関わらず、目標1人予約50件などのノルマを課せられる。アルバイトにそんなこと言われてもどうにもならないでしょうに。だからこの時期になるとレジ対応などで、やたらと勧めてくる店も出てくるんだ。ああ、レジでお会計をするときにしつこく予約を勧めてくる店とかあるわよね。ハンバーガーショップの、ご一緒にポテトはいかがですか、じゃないんだから、コンビニの会計はスムーズにしてほしいわ。従業員からしたらまさに死活問題だからな。予約が目標に達しなかったら、その分を自分たちが買い取ることになる。それがまだ他にも家族がいる人だったらいいかもしれないが、一人暮らしの人が恵方巻きやクリスマスケーキをいくつも買わされるなんて悲しい結果しか生まないぜ。絶対に食べきれなくて捨てることになるわね。最近はそういった企業体制やフードロス問題なども重く見られていることから、2017年にはテレビなどでも大きく報じられたんだ。中には購入のために無理やり給料から天引きされていた人もいたそうだ。もうそんなの働いてる意味ないじゃない。こうした事例は、労働基準法第24条に違反する行為として広められたんだ。当時の各種コンビニ本社はフランチャイズなどの一部店舗が勝手に主導したものとして主張していたらしい。しかし、その状況を作ったのも本社が圧力をかけたのが原因だとして、会社全体の責任を問われたんだ。当たり前よね。押し付けなんてされたらすぐ退職よ。こんな感じで今回は社員に自爆営業と取られるようなことを強いている企業を紹介していく。二つ目に紹介するのはシャープだぜ。シャープなんて大手の電機メーカーでも自爆営業なんてやらされてるの？こんな大手なのに驚きだよな。シャープがやったのは表向きには、キャンペーンとして始めたものが、実質的には自爆営業だったという例だ。どんなキャンペーンをしたの？2015年11月20日からシャープが開始したのは全社員17,436人を対象としたシャープ製品愛用運動だ。シャープ製品愛用運動。これはシャープ社員たちに自社製品の購入を促すキャンペーンだ。この運動のために作られた専用サイトを利用すると、シャープ社員は自社製品を購入した時に購入額の 2% のキャッシュバックがされるぜ。おお、いいじゃない。でも 2% って10万円買って2000円ぐらいって聞くと微妙かしら。まあ、そのあたりはこのタイミングで買いたいものがあった人には少し嬉しいぐらいで考えればいいと思うぜ。そうね。ポイントカードの還元率もこんなもんだしね。だが、このキャンペーンが問題とされたのは役員20万円、管理職10万円、一般社員5万円の購入ノルマが課されていたことだ。さらにこの購入状況は社内ネットワークで一人一人チェックできるようになっていて、おそらくだがノルマに達していない社員には個別で話が来るだろう。家電って安物じゃないわよね。それをノルマにするって、普通の社会人なんて5万円は大金よ。管理職や一般社員っていうのは幅が広すぎると思うぜ。同じ管理職でも部長と係長じゃ給料に相当な差があるだろうし、一般社員も入社から日が浅ければ5万円は手取りの4分の1以上になるだろう。これって本当にこんなにざっくりした組み分けなの？
実際のところはもっと細かく分けられているかもな。でも問題はそこではないぜ。電化製品という決して安くはないものの購入ノルマを課して強制的に社内の売り上げを増やそうとするなんて絶対に認めていい行為ではない。これが許されるなら大企業はどこも売り上げ不振になんてならないものね。次に紹介するのは、長崎刑務所だぜ。刑務所、かなり物騒な名前が出てきたわね。決していい話題ではないが、物騒な話題というわけでもないぜ。今回問題となったのは長崎刑務所の刑務作業の一つとして行われている破壊し政策で起きたんだ。刑務作業で破壊し政策なんてあるのね。確かに誠心誠意あったら心が現れそうではあるわ。この破壊し政策を指導していた担当職員が在籍中に破壊しの修理代など700万円以上を自己負担しているとして、上司に報告書を提出したんだ。そしてそれが毎日新聞に流れたことで明るみになった。何年間か知らないけど、700万円は相当よね。手取りで考えたら会社員2人分ぐらいの年収だわ。これは作業の補助の他にも民間企業に負けない対応をして注文数を保つために必要なことだったらしい。刑務所でもそんなに利益が重要なの？刑務所も金が湧いてくるわけではないからな。ある程度の利益追求は必要だ。注文数が減ると破壊士を作れる破壊士の数も減る。そうなると受刑者へ割り振れる刑務作業も減ってしまう。それは刑務所のあり方としても問題が出てくる。真っ当なお仕事をさせることで更生を促すんだもんね。この問題が明るみに出たのが2011年なんだが、この担当者は1993年からずっとここの担当を一人でやっていたらしい。刑務所ってまだまだ尖っている人も多そうだし、一人って危険すぎない？いく受刑者が暴れ出してもおかしくないな。そうでなくても世間で言うところのワンオペだ。世間でブラックと言われることが刑務所だからって許されるわけがない。当然ね。さらにさっき700万円と言ったのはあくまでも破壊しに直接かかったものだけだ。他にも客からクレームが来た損害や赤字分もこの人物が出していた。すべて合わせると総額は2000万だそうだ。ここまで来るとこの担当者のお給料も気になってくるわね。2000万なんてちょうど少し前に話題になった老後資金問題と同じ額じゃない。ちなみに今は2500万円必要だと言われているぜ。もう終わりだよこの国。次に紹介するのは、JA 共済だ。JA 共済とか名前の持ってる雰囲気だけなら、お堅くてそんなこと絶対になさそうなのにね。JA とは農業協同組合のことで農業支援や保険関係のものを取り扱っている団体だ。お米野菜加工品といった食品のほか、ジュースなどの飲料、貯金やローン、共済保険、広報出版物などの販売もしている。これらの商品がすべて職員のノルマになっているという話だ。どれぐらいのハードルになってるかわからないけど、これ全部砂漠なんてきつすぎでしょ。JA では自爆営業の他にもパワハラモラハラなどの労働環境がすこぶる悪いことで有名だ。保険加入のノルマのために自分や家族以外の親戚中にも加入してもらえるように回ることは当然で。残ってしまった食品関係もすべて自腹で買い取らせていたんだ。お米とか野菜とか一人暮らしの職員が買っても絶対に残るわよね。しかも、与えられる給与やボーナスのほとんどをノルマ消化に回した結果、生活できなくなって借金をする人までいるという話だ。それを見過ごしている職場って時点でいろいろやばいわね。もしかしたら見過ごしているどころか借金を奨励しているかもしれないな。どういうこと？ヒント JA バンク。あ。この世のものすごい闇を見てしまったかもしれないわ。あくまでこれはガイアの人間の妄想だ。どこまでを真実とするかは個人の判断に任せる。しかし就職口の少ない田舎では JA 共済がその受け口になっているとも言われている。もしも行き場のない若者を迎え入れ、抜け出せない循環に閉じ込めているなら大問題だ。確かに悪質ね。また JA 共済は着服や横領などの不祥事が多いことでも知られている。これらのお金関係のトラブルが本当に悪意を持った人間の仕業なのか、それとも追い詰められた人間の苦渋の決断だったのか、すべてが怪しく見えてしまうのも仕方のないことだろう。これまでの行いが悪かっただけに信用がないものね。気を取り直して次は BMW の自爆営業について紹介するぜ。このテーマじゃどこまで行っても気を取り直すのは無理でしょう。BMW もわざわざ説明がいらないぐらい超人気の車メーカーだな。ここでも自爆営業が行われているんじゃないかということで問題になっている。車って今までのものに比べて明らかに値段が高いと思うんだけど、そんなの営業じゃない、ただの自爆にならない。はは。ごまかした。まあ、真面目な話をするとおそらくノルマを課せられているのは、BMW の本社からここの販売店に向けてだ。だから自爆営業といっても個々人ではなくて店舗ごとの負担だ。それでもきつそうだわ。
そしてここで重要になってくるのが BMW の販売店に溢れ返っている新古車の存在だ。新古車？新古車とは中古なんだがほとんど新品と変わりない状態の車のことだ。何そのふわっとした存在は？いや、車という一台一台が高額な世界では新古車というのはかなり庶民の助けとなってくれる存在なんだ。そうなの？今回の話で言えば、走行距離 50km 以下の車が100万円以上の割引で売られているらしい。50km なんて普通に通勤で使ってるだけでも1週間で満たしちゃうわよね。そんなほぼ新車の状態のものが100万円も割引されてるならお得だわ。だがここで問題となってくるのが、そんな新古車がどこから大量に湧いてくるかだ。確かに、もしもたくさんの人が買ってすぐに売ってるなら、それはそれで BMW 全体の品質への疑いにつながるわよね。そこで行われているのが本社から課せられたノルマに対しての自爆営業だ。自爆営業で一度人の手に渡ったものを、新古車として売っているんじゃないかということだな。なるほど。でもそれって利益的にはどうなの？売上ゼロのところを100万円引きで売れてるなら店の利益自体は出ているだろう。でも店長などの個人としては何とも言えない。店長個人で見たら売れても全部100万のマイナスだもんね。これって BMW だけなの？いや、BMW 以外の自動車メーカーにもこれらの傾向はある。例えばカーセンサーなどの中古自動車販売サイトを覗いてみると走行距離 100km 以内の車は BMW が約850台。ベンツは100台、トヨタで4500台などがヒットする。トヨタの方が5倍近く多いじゃない。そうだ。だが冷静に考えてみてほしい。トヨタは日本のメーカーでもともと日本で、それに対して BMW は外国のメーカーだ。つまり、日本での販売台数にかなり差があるんだ。BMW の国内新車販売台数が約5万台なのに比べて、トヨタは150万台にも上る。30倍も違うのね。日本でのトヨタの凄さがわかるわ。販売台数は30倍も違うのに、新古車台数は5倍しか違わない。つまり全体の販売台数で見た時の割合が圧倒的に違うんだ。これは確かにきな臭いかもしれないわね。しかもこの国内新車販売数5万台もどこまでが正規でどこまでがかさ増しされた数字かわからない。あ、それもそうね。この販売数がかさ増しだと考えると割合はさらに大きくなりそうだわ。これが BMW が悪質な自爆営業をさせているという噂の内容だ。というわけで、今回は自爆営業をしている企業を5つほど紹介したぜ。どうだった？従業員の中にはなんで働いてるのかわからなくなっている人も多そうね。いくら稼いでもほとんどを会社にまた搾取されるわけだからな。家族や生活がかかっていなければ逃げ出したい人は多いだろう。でも逃げ出せないのが社会ね。世知辛いわ。それじゃあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。